フィリピンコルディレラの棚田群は、フィリピンのルソン島北部の中央山岳地帯の主に東斜面に広がっている棚田地帯。棚田の規模としては、世界最大とも言われている。1995年にユネスコの世界遺産に登録されている。フィリピンのルソン島の北部中央に広がるコルディレラは、標高が1000メートルを超える峰ミ々ネミネが多数存在する。コルディレラは、 スペイン語で山脈。この山域でもバギオという町は秘書地として有名である。このバギオの東北にあるバナウェでは大規模な棚田を見ることができる。またバダットやボントックも大規模な棚田が広がっている。コルディリエーラの棚田は天国へ登る階段とも比喩される。棚田の総延長は2万キロメートルを超えるとも言われている。また1995年に ユネスコの世界遺産に登録された際は、日本の棚田保護政策のきっかけになったとも言われている。近年は、若者の都会流出による人手不足によって、工作放棄された田や、水の流れを無視した住居の建築も増え、景観の維持が課題となっている。これを踏まえ、2001年にユネスコの世界遺産の危機遺産へも登録されている。コルディリエーラの棚田は、 山岳民族のイフガオ族などが、紀元前千年、紀元前百年から造成し始めたと言われている。一部、水牛なども使われたようだが、ほとんどが手作業である。ボントックには民族博物館がある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。